はい、皆さんこんにちは、ちでございます。トラック6ですね。引き続きやっていきましょうね。さて、おー、そうね。じゃあこれしばらくダーマの神殿に行くことなんだね。今回も後ろ読んだらなんか言われるのかな。しかしこっちは裏が書いてある文字が読めないとね。5の幼少期の頃はまだ字が読めないっていうのもありましたよね。あー、じゃあこのダーマをなんとかすることが、とりあえずの目標っぽいです。わあ、いや、いいですよ。早くキアリを覚えたいと。ああ、発散が強くなってきましたね。道具。ドッケシソウは私が持ってんで、発散にね。ドッケシソウは人選べんだね。なんで美しそうを選べないんだろう。さあ。これ、地下だね。とりあえず、ここは行ったから、一階はね、チラチラ見たんでね。ああ、取ったね。で、こぼれて、お、何？あっちは不思議な地図を手に入れた。ほう、なんだい？不思議、あらららら。はい、不思議な地図を広げた。こっちの世界だな、これ。あれ？左上あれか。序盤に落ちてきたとこか。はあ。あ、ごめんなさい。スマホが反応しちゃった。よいしょ、ちょっと、マナーモードに見せたから。ん？何の音今の？カシャって言ったんだけど、もうよくわかりません。もう、よいしょっと。これは来たとこだよね。こっちは宝箱、結局空っぽなんだよね。こっちもそうなんだよね。え、これ行ったらもう帰るだけかい。これ帰っちゃダメなんだよね。帰っちゃダメ。上に戻るしかないのかな。え、ラーの鏡がまだ結局、あら、でもここ他周りなんもないんだよね。すっごく難しいね。ああ、ダーマ神殿跡か。これをやったことでひょっとして何か、会話が動いてるのかな。フラグがね、立ったのかもしれん。わー、わーっと。フラグが立ったのかな。あれちょっと待ってね。何かつかめない。あら。そうね。これ何もつかめてないよね。あ、ダメだね。はい。じゃあね。一度下に行きましょうか。いや、こっち何かないね。いや、ないよね。なかったよね。一度、上に戻った方がいいのかな？さあ、まあさっきあのね、別のパートであの、私の事務所が寒いですって言ったんですけど、私の今この収録する部屋がもうどんどん冷えてきましたよ。太ももが痛くなってきちゃった。あ、ベビーゴイル、ガーオイルになるのかい？このほんとドラクエのね、命名は独特というか、ベタだよね。あ、強いなぁ。一度上に戻りましょうか。進捗がないで、戻って、はい、あ、もうそろそろあの井戸招きみたいな、井戸招きじゃねえよ、もうそろそろ勝てる気がするんだけどね。こっちは何もないかい。何もなかったよね。何もなかったよね。あ、何もないんだわ。
どうしちゃおう。ちょっと井戸招きみたいなやつをやっつけてみましょうか。あとはなんかね、ホビットかドワーフかわかんないけど、じいさんもちょっとね、やっていきましょうか。もうここの敵は余裕な気がしますけど。はい、森じじいたちはね、やっつけましたね。そうだね。ああ、もうダーマ神殿になっちゃうね。私はまだ、霊毒城までしか行けないんだよね、ルーラではね。じいさん、ホビット、家をね、大工したところは飛べないんだよね。あらら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 ら。そうだよね。ここは結局どうすればいいんだろうね。カンニングしてもいいんだけどね。カンニングはもうちょっと先まで。もうちょっと困った時にしましょうかね。ドラクエで早々カンニングをね、まあ、してないって言えば今まで嘘になりますけど。ね。まあでもドラクエはカンニングしなくてもほぼほぼ解ける。ね。そういうゲームですからね。ないわ、ちょっと待ってね。ルーラで、そのために思い出すとこがあるのかな。ライフコット。ライフコット。いや、ごめんなさい。まずホビットの人のとこに行っちゃいましょう。あと、あそこにも行ってみましょうか。教会ね。ひょっとしたら何か話が動いてるかもしんない。あ、ハッサンの方が早い。なかなかね、レベルも上がらなくなりましたね。これは、ダーマね。いや、でもあれが出てきたな、びっくりした。何かある。あ、そっか。私入ってきたぞ、これ。何言ってんだろう、何かあるとかね。もう、困ったもんだわ、私もね。レベル10に上がりました。1ポイント6ポイント。さあ、来いと。4、2、2。いや、これで6、8。ね。ほんと計算ができなくなったな。6、7、9、10。あ、10上がりましたね。宝箱。おお、しかも宝箱まで。宝まで入りましたよ。はい、皆さんお眠りですね。ほんと、ホイミ唱えるあれがないね。いいことなんだけどね。ああ、ファルシオンにもなんかね、ファルシオンも戦闘入ってほしいんだけど。なかなかね、もう。さあ、ちょっとね、進捗が怪しくなってきてますけど。あ、そうだ。もう、ドラクエでもこんなまったりするような話するようになってるんですけど、まあ、ラジオというか週一でね、ラジオっぽいことやってるでしょ、まとめみたいなね。そろそろネタがなくなってきてるんですけどね、もうまだ3回目ですけど、まだ3回しかやってませんけど、まあ、かといってね、20分ぐらい話しちゃうんですけど、まあ、もともとね、よく子供の頃はね、先生に言われました、小学校の先生にね。あんた、こっちから生まれてきたんだろうってね。もう、それぐらいよく喋るねって言われましたね。あ、でもね、いろいろありましたね。そんなにベラベラ喋る私でしたけど、小学生の頃はね、かなり外交的でしたよ。いろんな友達多かったですね。で、中学校の新駅に入ってね、なんでしょう。
人見知りになっちゃってね、あんまり喋らなくなったとろ、あと中学校入る前ぐらいにね、笑わなくなりましたね。それもね、別に何かあったわけじゃなくて、笑わなくなることってできるのかなと思ったら意外にできちゃって、逆に今度笑うことができなくなっちゃって、みたいな。笑わなくなることってできるんだろうかと思って笑わなくしてみたら笑わなくできちゃって、で、今度笑いたくなったら笑えなくなっちゃったんだよね。で、そういう時期で思春期迎えて、いうような感じですかね。で、まあ高校入ったぐらいには、笑えるようになりましたけどね。で、うん、それでもあんまり人とギャーギャーが言わなくなったかなっていう。あ、そうだ。そうですね。だから小学校の時はね、誰彼構わず話してたんですけど、中学校になってからもう誰彼構わず話さなくなりましたね。まあそれは思春期なんでしょうけどね。まあそんな感じでしょうね。だけど、喋るのは好きというかね、もうべしゃりは変わんないみたいな感じですね。あ、ただね、今やってる仕事の関係上ね、仕事で人と話すときっていうのは、無駄なことが話せなくなっちゃいましたね。なるべく無駄なことを話さないように話すような感じになっちゃって、それがちょっと職業病みたいな感じになって困っちゃった時期ありましたね。あ、来た来た。来たんだけど今すごく寒い。太ももが痛い。寒いなぁ。この時間、まあ今、8時ぐらい、20時ぐらいなんですけど、寒くなってきましたね。なんか言ってくんないかな。あ、これはわしの肘の話。ああ、山本、とても大きな神殿がありましたね。まあ下の階に行きましたけど。ああ、これも見ましたね。すぐに見つかると思うがあった。ありゃ、ここは、まあじゃあ、無駄だったと。無駄足でしたね。で、あとこっちだね。ここは宿に泊まれたのかな。あなたなんか言ってくんないかな。私は旅の少年だけど道に迷ってしまってと。いやいや、どっかで見た。ああ、そうね。ああ、そうだわ。レイドコートね。また雲をつかむような話ですね。祈っときましょうか。お金結構増えたんですけど、使えないんですよね。あ、私はもうレベル10。また11かな。入った。あ、どんな状況か知りませんが、なおでさぞ、ああ、なりますよ。いやー、これは。進捗がない。カンニングするか。進捗がないね。困ったぞ。一回ライフコートにも帰ってみるか。そうだね。一回帰った方がいいかもね。これ。はい。よいしょ。一遍帰りましょうか。ルーラーでね、ライフコートまで帰っちゃいましょう。ここまでメンツが増えたらちょっと変わっていくかもしれないもんね。はいと。ここライフコートの村だよ。あ、アチさん、霊毒城の兵士になったんでしょ。かっこいいな。あ、話が進んでる。さあ、じゃあちょっと聞いてみましょうか。いろいろって何の音？やめてよ、今。ピクッとしちゃった。よいしょ。あ、一体いつになったら陛下が陛下になるためか死ぬまでね、麓の町のバズや霊毒城の賑わい見てみたいだよ。まあ、もうに変わった？もう2回なかったと思うんだけど、確か私の記憶でね。
おやじしばらく見ないうちにたこましくなったじゃないか。おほほほ、話が変わってる。この頃はまたストールつく魔物の数が増えたみたいだね。こんな守れないかもしれないよ。こうなったらあんただけが頼りだよ。あっちゃん、兵士としてこの頃には守っておくれと。おお、これいけんじゃない。あ、でもいい時間になっちゃいましたね。じゃあこの辺で終わっておきましょうか。ドラクエ6終わっておきます。どうもありがとうございました。